ちゃったねえ、車だけど人間頭でも押されたら悲劇だよね、最悪だよね。およそ 300m 先、左方向です。こっちね、面白いね、こうやって中で吹いとくしかないね。まもなく左方向、このぐらいでちゃんと車検入ってるんですか？いや入ってない時がありますね、結構やられちゃってる場合が。あ、広角だからなとか。俺左利きだからやりづらいんですよ。あ、そっかそっかそっか。こっち側だったら全面見えるんですけど。あ、そうだよね、そういうカメラって左でシャッターを押すように作られてないんだよね。左利き用カメラってないね、そういうね。レンズもこうやって半分隠れちゃうんですよ、左利きが。基本的に包丁とかもみんな右利きですから。うん、でも包丁とかは左利きを売ってますけど。包丁とかハサミはハサミとかあるんですね。そういやカメラは作られてないね。あ、
んか温泉入れてよかったですよ。あ、うん、よかったですか、あの温泉。あ、全然あれじゃないですか。まあ温泉そのものはあれだけど、あ、まあ、入れてよかったって言うんですよ。あ、うつじゃないときに来てくださいよ。でもなかなか難しいよね。難しいね、やっぱ。うつのちょうどうつのときに来ちゃったからね。波があるからね、うつは。山崎さん、いつはうつ治ってるから、ね、出てないじゃないですか、ね、治ってもいいじゃん。そんなに、そんな仕事なんていけないですよ。どうする、使えねえのかな。よく感なかったですね。あ、なんか書いてあったよね、さっきね。県民庁ゴールにしたら何か良かったですか。いや、もう景色いいな。景色か。うつひどくなってるな、これ明らかに。ちょっとあれかもね、確かにあんまりひどいんじゃ続けてても辛いだろうから。モタルスも金かかるしな、デリダイヤね。で、また出直すときさ、結構ねきついな。それが宿1週間ぐらい入るからなんか、ウィークリーで泊まるとちょっと違うんじゃない。なんか安いとこないからね。あ、農産物ありましたよ。あ、違うかな、わかんない。ちょっと行ってみますか。うん、うん、覗くだけ。なかったな。あ、違うな。いや、なきゃすぐ爆裂出ちゃえばいいだけの。行けば、行けばいい。世界活気扱いでしょ。じゃあ。剣持なら列車があるからね。
時は止まるんだかどうだか知らないけど、あ、でも真っ直ぐは止まるかもしれないね。浅草まで行っちゃうのね、帰るから。ここまでバスバス。左が あ、やっぱありますね、農産物販売所。いいものあったら買ってきちゃってなきゃ分かりました。買うだけですよね。買うだけでしょ。うん、また買うだけ。もう見て、見たら買うし、ダメだったら買わないし。あの一番端ですよ、確か。左。あ、左。確かに覗いたんですよ。はい。もう覗けて、覗いて。パッとしなきゃ、そのまま。もう行っちゃいましょう。あと他道の駅ってある？もう、いや、もうないっすよ。ないっすか。ゴン。ゴン。こっち側も。ゴン。ゴン。俺、車で待ってます。あ、本当だ。端なんだ。あ、向こうがもう、あ、ここか。あんまり期待できないって人なんだよね。で、ちょっと吸ってきます。